バチコイ心理学。続きまして、ラジオネーム島並さん、ありがとうございます。島並さん、どっかの島並街道自転車で通ってる方いそうなところですけど、ゆっくりゆっくり下ってくる。誰が知っとるんやったんですか。ゆずですね。では、これはマニアックな。スタンフォード監獄実験について一つ質問があります。知ってますかね、皆さんね。スタンフォード監獄実験は、看守に対して暴力を促すような指示をさせたり、実験参加者の一人が大学のテストを受けるために精神的に追い詰められるような演技をしたという証言などから、今ではやらせではないかという意見が出ているそうです。岩野さんはやらせだと思いますか、それとも事実だと思いますかというお題です。スタンフォード監獄実験に対して一つだけ質問を持ってるのは多分島並さんだけですね。まあちょっとこれいろいろ突っ込みどころが多い実験なんですけど、いやとりあえずあれですね、多分これ聞いてる人スタンフォード監獄実験知らない可能性あるんで、そこから話した方がいいんでしょうね。そう、あのスタンフォード監獄実験っていうのは非常に有名な社会心理学の実験なんですね。ほうほう。でスタンフォード大学で健康な大学生をボランティアに行って21人が募集して、あ、21人だったんです、ね、うん、監守役が11人だったかな、あ、ちょっと、どっちか分かんないですけど10人と11人ランダムに分けて、ほうほう、片方に監守役、ほうほう、で片方に囚人役をしてもらう。囚人っていうのはあれですか、犯罪を犯した人、刑務所の囚人ですね。あ、刑務所の中にいる人。でスタンフォード大学の実験に模擬的な監獄を作ってそこで2週間過ごしたらどうなるかっていう、うんうん、そういう実験なんですね。なるほどですね。でこれ当初はちょっと監守が選ぶんじゃねえかぐらいな感じだったらしいです、仮説としては、うんうんうん、だけど実際に始めたらなんかね、結構ひどいいじめとか、うんうん、の中にフライパンをバン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 叩いて、あ、監視は参考体制だからね、うんうん、寝させないとか腕立て伏せめっちゃさせるだとか、そういう風にこう監視側の行動がエスカレートして、うん、やべえって言って10日間ぐらい中止になったんですよ。なるほど、なるほど、まあ、やばいですね、それはさすがに。その実験から立場っていうものが人の行動を変えてしまうんだ、うんうんうん、だってすっげえ健康な大学生をちゃんとチェックした上で正確に問題ない体力もあるすげえ健康な男性21名を連れてきてただ単純に群分けしただけでそんなことが起きちゃう。なるほど。でこのですね、実験したその心理学者がフィリップ・ジンバルドってまだ生きてるんですけど、うん、ジンバルドはこのスタンフォード監獄実験でその服従とか社会的圧力っていうものを、まあ、すごく、センセーションに扱われてドキュメンタリーとかもできてるんですね。あ、そうなんですね。でその後ですね、この監獄実験の知見を生かしてイラクの捕虜の虐殺とかの検証とか調査にも行ったりはするんですよ。でそれの詳細に載ってるのが8年ぐらい前に出たルシファーエフェクトっていう本にかなり詳細に書いてます。はいはい、今さん読んだんですか。それは読んだ。なる、結構分厚かった。3分の2ぐらいがスタンフォード監獄実験の詳細なレポートで、その後はその部族間のその虐殺ジェノサイドだとかそういう監守からのその虐待虐殺とかのレポートになってました。まあそうなんです、うん、あれ見るとねやらせではなさそうだなっていう気します。ああそうですか、うん、でまああれなんですよ、多分スタンフォード監獄実験を実際にやらせだったかどうかっていうのはまあ分かりはしないんですよね、正確には、まあ、それはね正確には分かんない、うん、でもそのルシファーエフェクトの記述を見る限りだと実際にそういうことが起こってそうだと。起こってそう、ジンバルドの実験のようなことが、まあ多分そう考えた方がその理論的には筋が通るって気がしますね。なるほど。フィリップ・ジンバルド自身もね、なんかね、彼女がね
なんか女子かなんかにその時いたんだって、うん、で彼女がなんか届け物をしにスタンフォード大学に来て、うん、様子を見たらこれやばいからやめてって言われて、いやまだ大丈夫だ実験中だから OKOK 問題ないとか言って、自分も完全にそっちにはまり込んでて抜け出せなかったって言ってた。ああ、じゃあやっぱりそのジンバルド自身もその役割に入ってしまっていったっていうこともあったんですか、うん、うん、だからその非常に学びになるというか、うん、その何でもかんでも性格とかのせいにするんじゃなくて、そういうことは世の中を良くするためには役立つ実験だったような気はしますね、うん、まあ、でもなんか実験倫理とか研究倫理の話だとジンバルド実験の話がまあ出てきます、うん、この頃ですね、そういう服従実験でいくつかされているので、うん、それがその現在 の, その倫理研究倫理に関するものにこう一石を投じたっていう歴史的な価値はあると思いますね。そうですね、まあ、どういうものだったらやってよくて、でどういう条件だったら、まあ、なんだセリグマンの話の時もなんか言ってましたけど、ね、電気を自分で食らうとかドッグと食べるとかちなみになんか立場が人を変えるって言ってましたけど、まあ、今野さんはもうね、大学教員としての肩書きとか、カウンセラーとしての肩書きとか、いろいろあると思うんですけど、それに YouTuber の肩書きも加わったと思うんですけど、はい、それによってなんかその立場、YouTuber って立場からなんか変化とかはあったんですか？あったよ。なんですか？なんかね、人に厳しくなくなってきた気がする。あ、そうなんだ。それ YouTuber だからだ。いや、ほら、なんだかのさ、その、こう、大学院で臨床心理ってやっぱりその、ね、人の人生関わることだから、うん、いや、もっときちんと勉強してからやんなきゃダメだろみたいな感じにちょっとなったけど、うん、YouTube で世界中から見られて、下手こいたらバッドボタンと炎上っていう、ことがあって、もっと優しくならなきゃ多分思ったんでしょうね。ああ、そうかそうか。そういうやる方の立場になって分かったっていうことなんです。もっと言葉を選んで言い方伝え方を考えて、なんだ攻撃力上げるんじゃ火力を上げてはいけないっていうすごい思ったので、うん、YouTube 始めてから仕事上で多分少し優しくなったと思う。ああ、確かに。僕はなんかある。僕は YouTuber じゃないからないですね。バチコイ心理学、はい、今日も YouTube 動画ご視聴ありがとうございます。我々はラジオで情報発信をしています。概要欄の Google フォームから我々のお便りをお送りください。そちらをラジオの方で紹介したいと思います。